潜在的な部分ですごく高そうな気がしますけど、解ける問題を増やすだけじゃなくて、解ける問題を早く解く消去法に頼った解き方がもう限界に来てるってことなんですよ。そうじゃなくて、選択肢がなくてもちゃんと相手に言っていることが全部わかる。おはよう、始まりました、おまけチャンネルです。今回はですね、再び広前田先生にお越しいただきましてですね、アビメの見方実践編という感じですごいなんか理論を学んでね実際にやってみるみたいな、ケーススタディみたいな。そうですね、もうトイック講師からしたらね、もうわーみたいないやまあ役立つといいけど、じゃあ実際にですね見てってどうなのかっていう、はい、何ができないのかっていうのを分析していこうと思います、はい、でうち今トイック900点プロジェクトをやってる方がいたので、その人の見てもらおうじゃないですかね。鈴木貫太郎さんというですね、数学系の YouTuber なんですけども、YouTuber に900点の挑んでもらってるの。そうです、しかも475ですね、25220で12月の結果です。で、じゃあもうあれか、特別勉強せずにとりあえず受けた。そうです、そうです、とりあえず勉強するのは嫌だから、オーディオブック、オーディオブックを歩きながらずっと聞く。英語で？そうです、トイックの勉強は特にしてない。へえ、特徴がバンとあるアビメだと思うんで、アート7ボロボロだったんだろうなきっと。そうですね、ほぼほぼ塗り絵は相当数したって言ってました。いや、そうだろうね、はい、いやでも褒めるところとぐさっといくところが両方あって面白いね。おこれ 3つ目がほら、そうですね、3つ目ボーンとね、うん、高いんですよ。直接的なのはやっぱ聞こえるみたいです。一応海外で7年住んでるんですよ。海外で7年7年住んでるんですけど、子供と奥さんに自分の英語をバカにされて以来喋らなくなった。あー、なるほどな。まあそしたら変化球さえ来なければ要点だけは一応捕まえて答えられる、またはピンポイントな、ね、はい、情報でのやり取りはできるけれども、少し遠距離的なやり取りとかになると弱いだろうね。そうですね、もう圧倒的に1、5がもうボーンってきてますからね、それがすぐにもう見て取れるわけです、ね、まあそうですね。ただ概要トピックぐらいは一応捕まえることができてないと L の2がそこまでいかないと思うんで、そう、うん、ね、特徴的なのはその全然対策してなかった割に L の3が8割いってますから、はい、これはだから実力が潜在的な部分ですごく高そうな気はしますよ。お、カンテロさん、これもうほらもうやる気出たんじゃないですか。ただその TOEIC というテストにおいては伸びしろがもうあんまないわけです、 L の3に関してはね。そう、はい、そう、だから聞いて理解する、で人と人のコミュニケーションにおいては必ずしもいつと聞かれていつを答えない、はいはい、どこと聞かれてどこを答えないっていうのが当たり前じゃないですか、はい、人と人のやり取りをベースにした学習っていうものをやっていけば伸びていくと思いますよ。パート3パート4がやっぱりもうどんどん進んでいっちゃってって言ってましたけど、そうでしょうね。この方は試験この日受けた時に46分ぐらい英語聞いてますよね、はい、TOEIC の素材をね、うんうん、でも多分それって日常の中でそんな一日はどこにもなくて、はいはい、その日だけ突然いっぱい聞いて、うんうんうん、でなんとかとりあえず終わったっていう、はい、そういう感じだと思うんですよ。だから長い英語に対してまだまだその脳みそがついていってない可能性が高いので、うんうんうん、だから例えばパート3でも4でもいいんですけど、連続聞けば20分ぐらいですよ、うんうん、ね、20数分間で聞けるんで、だから1日の中でそれを聞くのがもう当たり前っていうことを作ろうと思えば簡単できると思うんで、やっていけばね伸びると思いますよ。お、よかったんじゃないですか。続いてリーディングですね。リーディングセクション、典型的な時間切れパターンですね。そうですね。あの文法問題で 74% までいっているってことは、パート5、6で、単に捨てた問題ってのは少ないと思うんですよ、うん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 、けどもおそらくですが時間を投入しすぎたんですね。そうなんです、これの受ける前に1回公式問題集やらせたんですよ。でやってこいって言ったんですけどやってこなかったんで、だからしょうがない、じゃあ、まあその場でやってもらうけど全部やってたら時間ないんでパート5だけとりあえずやってって言って動画撮ったんですけど、めっちゃ時間かかる。そうだから僕のまず想像としてはパート5、6に投入した時間が長すぎた、うん、そしていいですか、次が大事なんですけど、はい、5位が半分しか正解できてないってことは、はい、時間を使わされてるんですよね。おお、なるほど。でも正答率が低いってことは、うんうん、投資したエネルギーに対してリターンが小さいんですよ、はい、そのせいで
パート7に費やす時間がなくなってしまって、うん、パート7の正答率も 33% から、ね、40% とかでしょ、うん、ってことは購入先を間違えてるってことになるんです。なるほどなるほど、うん、時間をいっぱい使ったところでたくさん間違え、うん、そして取り組むべきところで時間がない。なるほど。そう、でもこれはね、トイックに慣れてない人には絶対起きますよ。そうなんですね。まさか自分がこんなに時間切れになるなんて、ね、想像だにしなかったっていうのが現状だと思いますから、今後はだから文法問題なんかはもうかなり知識はありそうなので、はい、解ける問題を増やすだけじゃなくて解ける問題を早く解くっていう、そこがやっぱり重要だと思います。トイックのプロに分析してもらえるなんて、また寿司握るやつに呼んでくださいね。登録者、はい、10万人いる数学おじさん、数学おじさんです。数学の先生か。トイック800点プロジェクトって言ってですね、ビジョン君っていうのをやったんで、じゃあこのビジョン君のですね、はい、680点最後だったんですけども、うん、その浴び目をちょっと見てもらおうかなと思うんです。平均にめちゃ近い浴び目はい、じゃあまあリスニングの方から見ましょうか、はい、まずパッと目を引くのは L の3番目が数字が一番高いですよね、はい、そうですね、87ですよね、そうですね、はい、87っていうことはね、かなりもう9割近いわけですから、ほうほうほう、まず最初に受ける印象としては1と3を見て3の方がグイッと伸びている、うん、そして数字も約9割までいっている、うん、ということは僕のまず印象としては、あ、この人はおそらく英語の勉強プラスそのいわゆる試験対策、ほうほう、パート2の試験対策というものをしっかりやったんだろうなってことがまず予測できます、なるほど、はい、ただしもしそれが本当に功を奏してれば L1 も当然伸びなきゃいけない、うん、なるほど、けどもその割にはなんか L1 と5が低い、はいはいはい、ということは1と5で求められるのは、まあ、こんな言葉使っていいかどうか分かんないけど本当の英語力っていう、なるほど、相手の言ったことをきちっと理解して状況やコミュニケーションが分かってれば答えられる問題、うん、をたくさん落としているの でテスト対策が通用しやすい部分が L3 なんですよ、はいはいはい、だそこがグイッと伸びてるからある意味その対策つまり点を伸ばすぞっていう取り組みが成功したと、ほうほうほう、そういうあの想像がまず簡単にできます、うん、他どうですか L は2と、はい、まあ、平均よりちょっと下回ってる感じか、うん、そうですね、 L2 と4を見た時には、まあ、2の方が少し低くて4の方がまあ少し高いけれども、うん、まあ、平均前後ですよね、うんうん、だからまあおそらく今までの学習がパート2に寄ってたんじゃないかなっていう気がするんですね。パート3とパート4、はい、あの長いところ、ね、はい、長いところで、まあ、平均なので、まあ、悪いわけじゃ決してないんですけれども、うん、もっと伸ばしたければ英語を連続で長い時間聞く、はい、そして設問を先に読んで、はい、あの音声聞く前にね、で、あ、今から自分はこういうのに答えるんだ、でそれを聞いて頻度が来たら捕まえる、うんうんうん、その練習を優先することをお勧めします。 なぜかというと結局その練習をすると会話を集中的にやっぱり聞くことにはなるんで、うんうん、概要をつかむこともできるようにはなると思うんですよね、うんうんうん、でそれが L2 の方にも影響ありますから、まあ、2と4あの今のところそれほどどっちが特別得意とか苦手とかっていうのはあんまなさそうなので、うんうん、まあ、単純に学習量を、はい、増やしましょうねと言いたくなります、うん、L の5がものすごく低いのがちょっと目立ちますよね、はい、小さい情報セリフフレーズからその人の意図などを察するっていう力がね、うん、主に試されていてパート2の影響が大きいんですけど、はい、まあ 47% ってことは2つに1つ以上間違えるわけですから、なるほど、そっかそっか、うん、ってことはやっぱりパート2の影響をもろ受けているので、うん、L3 の伸びしろがもうほぼないですよね、はい、そうですね、ということはその消去法に頼った解き方もう限界に来ているってことなんですよ、うん、ね、そうじゃなくて選択肢がなくてもちゃんと相手の言ってることが全部わかる、ほうほう、でこの人の発言の意図とかね、質問の真の意図は何なのかっていうことがわかる力が L の1と5に同時に試されていてそこが弱いっていうのがわかるので、なるほど、ほうほう、であれば、まあ、僕の個人的なアドバイスの方法としては、うん、パート2という形式そのものが文脈を伴わない形式だから、うんうんうん、であればもっとストーリーをベースにしたリスニングにした方がね、会話教材とか、なるほどなるほど、ね、した方が1と5がね伸びやすいんじゃないかなっていう気がします、うん、続いてリーディングですね、平均みたいな感じのすごくコメントしにくいというか、あ、そうね、というのは目立った凸凹があまりない、あ、確かにそうですね、うん、いいことですよ、はい、まず第一印象としては、うん、はい、R の4と5が他に比べてまあまあ高い、はい、で 1,2,3 がすごく低い、はい、まず最初に思い浮かぶのは、ああ、この人はパート5から順に取り組んでいった、はいはいはい、 そうですね、そして時間切れになったということがまず想像できます、はい、
なのでこの方にはまず最初に聞き取り調査したくなりますね。パート5からやったんですよねと。で万が一これが7からやったっていう場合は、7をいっぱい解いたにもかかわらず正答率が低いことになるので、読解力に原因があるってことは分かりますよね。けど5から順にやっていって後半ものすごくたくさん塗り絵した場合は、塗り絵をしたにもかかわらず平均以上取れていると、それはむしろいいことだっていうふうに考えられますよね。たどり着いてるんですよ。たどり着いていてこれだったら、結局文書というものをストーリーを理解できてない部分がすごく多いから、目が泳いでる感じ、単語と単語と単語と単語を拾ってストーリーをでっち上げてるような、なるほど、そういう読み方になってるなって感じます。それが R3 の低さにも現れてると思います。複数の情報が関連していることに気づいてないと。なるほど、なるほど。なぜなら単語を拾ってるんであって、ストーリーを理解できてないからっていう可能性が高い。なるほど。で一方で文法が一番高くて8割いってますよね、ということはパート5と6の中のおそらくですが、文脈に依存していない文法問題はかなり解けるようにもうなってると、すでに、はい、けども文脈ストーリーをベースとした問題になると急に解けなくなるっていうことが、まあ、想像できます。そうですね、とにかく最初はなんとか文法をやれって言ったんでこうなった。そうだね、やっぱりなんとかこれだけでも取れって言って。あ、じゃあ初めもっと低かったわけですね。もっと低かった。あ、でもそのテスト対策やればすぐに結果が出そうな対策から順番にやってたんだろうなってことが分かります。その通りですね。あんたって5ヶ月しかない中で、そうか、一応言っときますけど僕この方のこと何も知らないんです。このアビベしか見てないんで。じゃあこれを参考にしてぜひ勉強してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあヒロ前田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。